演武開演。どうも、本日はこちら世界遺産ナンバー12ジャパン紀伊山地の霊道と山門と那智の滝に売られている那智黒を食べたいと。俺のソフトクリームは行った時に食べたのですが、中にはこんなものが入っていました。その元となった飴はどんなものなのでしょうか。では早速開けてみたいと思います。では舐めてみます。なるほど、確かにあの味ですね。さっぱりした独特な甘さの中にちょっと苦味があって、何とも言えない食感味わいになっています。今は急いだので噛んでしまいましたが、舐め続けるとずっとこれを長く堪能できると思うととっても嬉しくなります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。